ドリュラエウムの戦いは、第1回十字軍の主要な戦闘の一つ。1 9 9 7年7月1日、アナトリア半島北西部のドリュラエウムで、抗軍中の十字軍を、ルームセル十九町の騎兵が襲ったが、十字軍はこれを、撃退することに成功した。十字軍の最初の戦いであった二回や後為戦は、包囲している軍のうちの東ローマ帝国軍と、 包囲されているルームセルジュー区長の守備隊や市民が十字軍に全く知らせないまま極秘のうちに降伏に合意するに至った。ニカヤを陥落させて略奪し、資金や食料を補充しようとしていた十字軍はこれに起こり、以後東ローマ帝国への根強い不信感が残った。6月26日にニカヤを立ち、エルサレムへの行軍の都に出た十字軍は、 補給の問題から二手に分かれることになった。前衛となったのは、タラントコボエモンが率いる小さい方の部隊で、ボエモンの追いのタンクレードのほかノルマンディー公ロベール、フランドル博、ロベール、東ローマ軍の将軍で、同案内を務めるタティキオスらが加わった。その後に続く、大きな本体には、ゴドフロワ・ド・ブイヨン、ブローニュ博ボードワン、トゥールーズ博レーモン、 ブロア博、エティエンヌ、ユーグド・ベルマンド・アラが加わった。6月29日、彼らのもとに、トルコ人の部隊が、ドリュラ・エウム付近で一行を待ち伏せているという情報が、入った。ボエモンはすでに敵の石膏が自分たちの周囲に、出没していることに気づいていた。待ち伏せる側は、ルームセルジュー区長のクルーチ・アルスラーン一世のほか同盟者であるカッパドキアのハサン、 および最近まで敵であったガーズイーイーブンダニシュメンド率いるアナトリア東部のダニシュメンド長による連合軍であった。十字軍に従軍した年代記作者レーモンダジールは敵兵の総数を15万人としており、シャルトルの風車に至っては36万人としている。現在の研究ではクルチアルスラーニスセイラの軍勢の人数は騎兵を 中心に2万5千人から3万人の間とみられ、さらに6千人から8千人ほどに過ぎないとする研究もある。一方、ボエモンの率いる前衛部隊には、大勢の非戦闘員のほか不評を中心に1万人ほどの兵士がいた。当時の西洋の軍隊は、起乗した、騎士一人に数人の不評が付き従うという形であり、2千人。 ほどの騎士に8000人ほどの不評という構成であったと考えられる。6月30日の夕刻ニカヤから数日の行軍を続けてきたボエモンらの一行は、テュムブレス川の北岸の牧草地に宿園した。近くにはドリュラエウムの町の廃墟があった。7月1日明け方、ボエモンの軍はドリュラエウムの外でクルチアルスラーン一世の軍に包囲された。 ゴドフロアとレーモンの軍は、ボエモンの前衛部隊から離れた場所にいた。セルジューク軍は夜明けに攻撃を開始し、宿営に向かって一斉に矢を放ち、このような奇襲を想像していなかった。ボエモン軍は驚いて、大混乱に陥った。騎士たちはすぐさま馬にまたがったが、散発的な反撃では、セルジューク軍を阻止することができなかった。セルジューク騎兵は宿営の中に突入し、 非戦闘員や不評を切り始めた。彼らは、甲冑で身を守っておらず、騎兵から逃げ切ることもできず、パニックになってバラバラに逃げ惑ったため戦列を組む、こともできなかった。ボエモンは、非戦闘員や不評を守るために、騎士たちに、馬から降りて、防御陣を組むよう命じ、なんとか、不評や、非戦闘員を、重武装の騎士たちのエンジンに囲まれた。 宿営の中央へと誘導した。騎士が盾を並べて、エンジンを組んだことで、弱い兵士らは守られることになったが、一方で、セルジューク軍騎兵が自由に戦場を走り回れることにもなった。弓騎兵たちは、突入して矢を放ち、反撃される前に退くという通常の戦術で戦った。重武装の騎士たちにはほとんど傷を与えることができなかったが、 馬や不評には甚大な損害を与えた。ボエモンらは十字軍の他の部隊を呼ぶために使いを出し、非戦闘員を守るためにエンジンを組んで救援が、来るまで戦い続けたものの、じりじりと川岸へと押され始めた。川岸の柔らかい沼地は、馬が走れず、騎兵の突撃はやんだが、矢は雨のように降り注いだ。騎士らは時折エンジンから離れて、 セルジューク騎兵らに攻撃を仕掛けたが、騎兵らはすぐ剣の届く範囲から後退して、矢を放ってくるため騎士の側の被害だけが増した。また、甲冑の間に矢が刺さった騎士らからも犠牲が出始めた。正午過ぎ、ゴドフロアの部隊が50人の騎士と共に到着し、セルジューク軍の包囲を破って、ボエモンらのジンを救援しようと戦った。この後も、レーモン、 ユーグラの部隊が次々と応援に駆けつけた。なおも、セルジューク軍の攻勢はやまず、十字軍側は犠牲も増えて川岸から浅い川の中へとじりじり後退したが攻撃を耐え続けた。7時間ほどの交戦の後、レーモン配下の騎士らがセルジューク軍の側面に奇襲攻撃を仕掛けて混乱させることに成功し、十字軍の騎士たちは合流に成功した。 十字軍は陣形を整えた。左翼に、ボエモン、タンクレード、ノルマンディーコー、ロベール、ブロワハクエティエンヌラの部隊が、中央には、レーモンやフランドルハク、ロベールの部隊が、右翼には、ゴドフロワや、ユーグラの部隊が並び、セルジュク軍への反撃を開始した。なおも、セルジュク軍を崩すことはできなかったものの、 午後の半ばになって、強行施設ルピュイのアデマールの増援が到着すると、形勢は変わった。彼らは戦場を取り巻くように、丘に隠れて移動し川を越え、左翼の弓木兵を側面から吸収し、セルジューク軍の背後から出現した。アデマールの兵らは、セルジュークの宿営を焼き払った。テントが燃える光景におののき、数時間にわたって、やや剣をいくら浴びせてもなお倒せない。 分厚い甲冑をまとった騎士の奮闘に恐れをなした、セルジューク軍は退却をはじめ、クルチアルスラーンも撤退を強いられた。十字軍は、セルジューク軍が放棄した金品などを得たことで、一時的に、白豊かになった。クルチアルスラーン一世はこの戦いから退却した後、もはや十字軍を相手にすることはなく、東部国境での領土争いに没頭した。十字軍は、 こうして、ルームセルジーク長による抵抗をほとんど受けないまま、アナトリア半島を縦断し、アンティオキアへと行軍することができた。しかしこれは、夏の炎天下で3ヶ月を費やす過酷な行軍であり、ルームセルジーク長による、焦土作戦で、途中の経路にはほぼ補給が期待できないありさ様で、行軍の過程で、多くの軍馬や将兵を失った。十字軍のショコラの仲間あれも、 深刻になってゆき、ブーローニのボードアンらは途中で本体を離れて、東のエデッサ方面へと向かい、当地でエデッサ白国を建てる。10月、アンティオキアの城壁の下にたどり着いた十字軍は、アンティオキア行為戦に取りかかる。ありがとうございます。